はい、こんにちは。今回の万年筆はパイロット万年筆の角野というですね、非常にお値段の、安い万年筆、これはですね、まだ届いてね、封も切ってません。皆さんと一緒にね、開封しながらですね、書き味を試してみたいと思います。じゃ最初にまたね、例によってオープンのタイミングをやってきましたんで、パキパキパキっと、どうでしょう、このポコンという戻り音、非常にね、おしゃれな感じじゃないかなと思います。では乾杯。すいません、ちょっともう一杯だけね。おうおうおお、ツバメノートに垂らしちゃったと。あれ、いけませんね。まあ、大体ね、酔っ払いってのはこういうことをしでかすもんでね、私もご多分に漏れずというところでお許しください。で、今日のお供はね、多分ちょっと紹介するのは先になりそうですけどもね、国際産業のPython ハンターですね。もうここまで長いとね、実銃だったら本当にね、ハンティングとかにスコープでもつけて使えるんでしょうけどね、もう私にとってはね、もう完全にこれはもう鉄アレ代わりですね。はい、非常に長い銃身のもの、ちょっと古いモデルだと思いますけれどもね、後ほどちらっとお見せしようかなと。では肝心の角野です。これがね、お値段ね、チラ見で店ですけどね、折ればいいかな、折れば個人情報は大丈夫かな。ほら、本当に2200円。でこの間ね、またお一方から新たにですね、ちょっと買ってみようと思ってるんで、まあ紹介してよというようなお声もいただきましてね。でその方もね、かなり裕福な方らしくて、それなりの予算額を提示されたんで、それにふさわしいものをご紹介しておきましたけれど、これはですね、多分これパイロット完全にね、利益あんまり出てないと思いますね。で、まあ、なぜかっていうとね、ペン自体がね、まあ、2000円でどのぐらいの書き味か、この後まあ試しますけれども、これにですね、予備のインクと、お手入れ用のスポイトとかですね、しかもあとコンバーターまでね、本来別売りのものがね、ここに装備されちゃってますね。ということで、これを2200円で出してしまって、パイロットはどこで儲けるのというとですね、これの代わりにですね、こういうですね、インクを売っていこうっていう作戦かなと。パソコン用のプリンターと同じ路線ですよね。プリンターで儲けるんじゃなくて、その後のインクで儲けましょうというね。はい。まあ、それも一つの手段かなと。で、やっぱり私もね、このクラスのね、ペン。例えばウォーターマンとかですね、ペリカンとか、そういうところでもですね、高級路線とは別にですね、若者に気軽に使っていただこうというようなことでですね、かなり安い2、3円、3000円のものっていうのは出してるんですよね。まあ、それは後日ご紹介するんですけれども、今町の文房具屋さんでおそらく簡単に手に入るであろうこの角野、まあ、これがどんなもんだかっていうのを今日はぜひね、確認したいと思っているところでございます。もうこのオープンのところでね、おじさん爪が生爪なもんですからね、もうすでに行き詰まってますね。これバキンってやっちゃうわけいきませんのでね、ちょっとほんとね、爪がないんですよ、私ほとんど。爪がないっていうか、爪の先がね、はい。どうしてもね、ちょっといろんな局面でね、こう思いっきりこう握り込まなきゃいけないんでね、爪があるとここに穴開いちゃうんですね。はい。開けるとポン、こんな感じですね。で、万年筆本体と、あとキャップですね。それとですね、これが欲しいな、これ別売りで。お手入れスポイト。それと、カートリッジインク1本。あ、すげえ。こんな丁寧な使い方まで。優しい万年筆、角野の使い方。ね。ここにね、このお手入れの仕方ってのが出てるんですよ。
このね、お手入れをちゃんとするっていうことはですね、例えば万年筆も局面によってはもう数ヶ月数年使わなくなっちゃうよとかっていう時があるんですけれども、お手入れちゃんとしとけばね、基本万年筆って持ちますんでね、そういったところがね、きちんと書かれているところが嬉しいですね。で、前にもお話ししたようにですね、こういうその万年筆、そのものはですね、これ同軸って言いますけれども、同軸を外してですね、ここにですね、このカートリッジインクを挿すということになるんですね。ところがこのコンバーターというのを使うとですね、これがですね、このカートリッジの代わりにインクをこうピストンで吸い上げることができますんで、で、これをつけておくことで、このカートリッジなしでね、こういうインク瓶からですね、直接インクを吸い上げて書くことができると、楽しいものです。で、さらにですね、この部分だけ水洗いジャーッとしますんで、さっきのお手入れのところにも書いてありますけれども、まず水でね、こう水道でビューッとこうしばらく流してあげてね、しばらくはインクの色が出ますね。そのインクの色が出なくなったところでですね、これをね、ポコンと僕なんかの場合は水につけちゃいますね、1日2日ね。で、その時についでにこのスポイトがあればですね、これでピシュッピシュッとこうね、水をチューッチューッと出してやることができると。これでね、結構ね、ペン先が綺麗になりますね。で、このチュッチュがですね、あまり強すぎるとですね、ここに櫛状のパーツが見えるかな、ペン芯という部分があるんですけれども、その結構デリケートな部分をね、あまり圧力が強すぎるとね、壊してしまうんですよね。ということでね、これが一応にいいですね、このお手入れスポイト。もうこれで私ね、今回ね、元取った気がしております。で、このコンバーター、これパイロットのコンバーター珍しいんですけど、中にこのジンタンが入ってますね。食べちゃダメですよ、これ。これでね、インクのね、固まるのを防ぐというふうにね、これ書いてありますけれども、まあ、プラチナのね、万年筆なんかもね、インクのカートリッジ買うとね、これが玉が入ってますね、中のインクが固まったりしないように。で、すごいのはですね、これね、このインクが通る 穴でね、この玉が塞がないようにね、要するに径を変えてあるんですね。その穴径と違う玉が3つ入ってることで、うまくね、完全にインクが詰まってしまわないようにできてたりすると、面白いことやりますねって感じですね。じゃあ早速、この角野ちゃん褒めすぎなんで、書いて正体を明らかにしてみましょう。 F のね、細字を買いましたね、今回ね。ほら、 F ね、細字ってこんなのね、学生さんだったら楽しいだろうな、今な。あ、ちなみにね、インクの方なんですけれどもね、こんな新兵器入れました。ほら、深海ってこんな色なんですよ。ん？光ってる、ちゃんと光ってますよね、こういうね、色ですね。あんまり透けて見えないかな、これ。もっと明るくなるの、あ、なった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 な、押してるとなりますね。はい、こんな感じですね。これがアジサイですね、こないだお見せしたね。で、他にはですね、夕焼けっていうね、こんな色のインクもありますね。それから、コンペキか、ターコイズみたいな色のコンペキね。こんないろんな色があるんですね。で、この辺をね、ちょっと試してみたいなと思いますので、どれがいいかなと思うと、やっぱりこのコンペキかな。コンペキはこの間もお話した通り、ターコイズのね、濃いやつですからね、あれはいいですね。じゃ、これをですね、じゃあ皆さんの、横に回って、楽しくやってみたいなと。で、必ずね、こういうね、布とかね、まあ、できればこの綺麗なね、水拭きできるようなテーブルの上でやるといいですね。パタンとね、特に酔っ払いはね、やっちゃいますからね。あ、うめ、よし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 、ピッとこの
辺がいいかな。ね、今何にも入ってないですね。ここにですね、はい、ピストンを前に出します。ピストンを前に出して、前に出して、前に出して。で吸い上げます。あれ届いてなかったか。じゃあドブ付けしちゃおう。あららら、来た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 。さあどうでしょう、お分かりいただけますかね。よいしょ、ちょっと待って。はい、こんな感じで入りましたね、インクね。でね、そんなたくさんね、あれしてもね、そんなにずっと使わないと思うんでね、適当なところで一回戻していきましょう。はい、そしたらね、余分なインクはね、拭って手につかないようにして、ペン先も少しこう拭いてあげるといいですね。で、この銅軸をつけて、あ、キャップはどうやってつくのかな。やべ、このままでいいのか。ん？パチンですね、キャップはね。という感じで、はい、蓋をきちっと閉めて、で、これ見てくださいよ。万年筆好きなら誰もが知ってるツバメノートですね。ツバメ、最高の万年筆用のノートとしては最高のノートです、これは。私は思ってます。これに書くのを F で書いてみましょう。ここら辺がいいかな。ここがちょうど真ん中ですね、画面のね。ああ、そういうことね。すごいね、滑らかです。やっぱり私が最初に予想した通り、これはあのパイロットとしてはこのペンで儲けようとしてないな。これでね、若いお友達を誘い込んで、どん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 インクを売っていこう、あるいはより上級の万年筆に来てもらおうというのが見え見えですな。ナイスな作戦だと思います。もちろんパイロット以外にもね、いろんなメーカーさんがこの、廉価版というかですね、あの入門編の万年筆は売られています。これでしたらね、もう手軽ですよね。ちょっとだからレポートをね、書くのにこう一回買ってみようかなっていう使い方をしてもね、十分いいですね。でこれだともうね、あの綺麗に持ち歩かなくても机の引き出しにポンと入れっぱなしでもいいし、まあ、インク万年筆の場合できればインクの関係がありますね。こう立てておくのが一番いいんですけれどもね。あ、これはいいですよ。細字でこれだけね、細字のペンでやっぱり、滑らかに書けるっていうのはやっぱり非常にあの丁寧なペン先作りが必要になるんで、なかなかね簡単にはいかないんですけれども、これだったらね、もうあれですね、もうちょっと太いものなんか欲しくなってきますね。 M とかね、 B とかね。ただやっぱり万年筆のそのシリーズの出来を確かめるには、やっぱり F の細字でですね、どのぐらい書き味を出してくれてるのかっていうのを確認するのは重要なことではないかと思います。パイロット紺碧じゃないや、パイロットの書くのいいですよ。お手入れスポイト付きで、このお値段だったら私は文句ありません。
もうね、昨日届いてね、これ今日撮影するまでね、皆さんのところでやっぱ開封しなきゃというのがね、こうなんか勝手な義務感として持ってたんですけれどもね、もう書きたくて書きたくてしょうがなかったんです。書き味を試したくて試しました。満足です。パイロットの書くのいいですね。素晴らしい万年筆だと思います。これでしたらね、本当に値段的なコスト的な負担もねないしね、ダメでもともとみたいな感じでね、はい、もう本当にこういうのだったらね、各太さ、F、M、B もあるのかな、ちょっとラインナップ私ね細かいところ全部わかりませんけれども、全部ねこう集めてね、いろんな色を入れて楽しみたいなと。そうするとね、パイロットさんとしてみればね、インクが売れますんでね、思うツボということになっちゃいますかね。でね、私も友人と以前やったんですけれどもね、これ一本ね使い切らないですよ、人間多分一生かけても。はい、これもよっぽどね作家さんかね、不当維持の万年筆でバンバン書かないとね、全然ねこれいつまで経っても減らないん でどうしたらいいかっていうとね、シェアすればいいですね。でこのぐらいのねちっちゃいね小分けにする瓶っていうのがね、オークションとかで売ってますんでね、オークションっていうかネットで今売ってますんでね、ああいうのを買ってこういうスポイトでねちょびちょびみんなで分けるというのがねおすすめですね。はい、でちょっとインクのついでに言いますとね、私なんかこれパイロットの即売のおじさんみたいです。これね前お見せしたビスコンティっていうメーカーのインクを通販で買ったんですけれども、こんな感じになっちゃうんですね。ほら、もちろんね、これアマゾンなんですけども、アマゾンの場合すぐ返品してくれたり交換はしてくれるんですけれども、これ自体がね品切れると長いんですよ。ということで私は今回このままこれをね、良品として受け入れることにしました。ということでね、通販ってやっぱりこういう怖さやっぱ所詮ありますね。でちゃんと重ねていますけれども、アマゾンなんかお手軽、返品の場合もね、変になんかこう印刷したりしなくても取り替えてくれるんで、その辺ねもう気にしないでねすぐ頼めばいいと思うんですけれども、やっぱりこういうものはできればね店頭でね、大手文具店さんとかね、あるいはお近くの文具店で取り寄せてもらうとかね、そういったところがなんか無難かなっていう気はしました。はい、一応お知らせまで、こういうこともありますという事実ですね。それとね、万年筆と一緒に揃えたいのがこういうね吸い取り紙ですね。でそれをこうつけた、これでインクをねキュッキュッキュッと余分なインクを吸ってあげると、本当にレポートを書いたりお手紙を書いたりされる方はね、別にこれがなくてもいいんですけどね、吸い取り紙をねちょっと当てたりね挟んだりするとですね、手紙が汚れなくていいかなと、まあ、こんなね小物を揃えていくのも万年筆趣味の楽しみでございます。まあ、本当にねこういう、まあ昔からそうなんですけどね、日本の万年筆特にねペン先はすごいですよ。作る技術は手作りどうこうっていうことじゃなくて、設計がいいっていうことと、あとまあ最初からね漢字というものを意識して、全て書き味とかが設定されていきますんで、そういう点ではですね非常に日本の万年筆だったらこういう値段のものをね、1000円2000円のものを買ってもね、まずね、使えねえやなんてことはねないということを申し添えたいと思います。では最後になりましたけれども、 Python ハンターちょっとご覧いただきましょう。いきなりね出てきたのをねちょっと今箱から出してきたんで、これね後日ねしっかりとした形でレポートはさせていただきますけれども、今日は顔見せということになります。重いですよ、めっちゃくちゃ。はい、今日は作動はねちょっとさせないですけれどもね、シリンダーはこんな感じと。でね、おサイトがずれてる、ちょっと大丈夫か。はい、 SMG モデルですね。はい、第二次規制の後の企画に、沿ったものです。で私がね結構古いもんじゃないかなと思ったの、この後の24金シリーズとかってここなし地仕上げになってませんでしたっけねっていうようなこともあります。はい、まだそれこそ最終形になってない
Python かなっていう感じですね。以前からね、田中さんとかね、国際産業の Python をご紹介している中でね、ハンターもどっかにあったんですけどね、なんて言ってたと思ったら出てきました。いやー長い。こんな長かったんですね。ブリアンって感じですね。この角度が一番いいかな。ドカーンっていう感じですね。遠いねーっていう感じですよね。こんだけね、サイトとサイトの間長ければね、本当に当たるんでしょうね、これね、実銃だったらね。はい。ということで今日はパイロット万年筆角野と国際産業の Python ハンター、抱き合わせでご紹介させていただきました。ではまた。